どうも皆さんこんにちは、今日はジムに初なんですけども、初じゃねえや、前は持ってきたって動画で、今回はこういうのでやりますよって、一応紹介を最初にしておきます。この間見てもらった通りにこちらジムニーです。で、撮影してるのは三好くんです。今日はいるね、三好くん。いるよ。いるよ、多分声入ってない、俺のピンマイク使ってる。あ、そうだ。え、これで三好くん笑顔ジムニーは紹介するまでもないんだけど、まだ何もしてないからね。はい、まず暗いね。とりあえずこれ、もともとの内張りはね、紙だもんね。やっぱ濡れると良くないからアルミに変えました。マットもアルミに変えました。で、わけのわからない今時流行らないネオン管をつけてみましたあえて LED じゃないよ、やっぱあえてネオン管でいった方がいいね、ここは。で、ハンドルも変えましたね、こんな感じで変えました。で、シートはまだ変えてません。ちょっとこの破れてるのがね、ちょっとね、味があっていいかなと思って。ポケット、そう、ポケット、ここに物入れれるからさで、ちょっとこっち来てもらって、こっちも同じ感じで、はい、これカメラ、この車を撮影するために新しく買いました。じゃあこの車、ここね、カメラがね、こんだけしかスペースないの。これ今までのエブリオとかもね、こうちょっと載せれないから、ここに。でも、このちっちゃいミニカメラを今大至急買ってきて、で、こっち 4K の前の言ってたカメラね、これ車内側、これ赤外線ついてるから暗くてもね、撮れるんで、そんくらいですかね。で、あとここに携帯セットでナビ使えますよみたいなね。完璧、これで山行ける、はい。カメラこんな感じだね、三好くん。不審車両みたいな、盗撮カメラが2機ついてるんで、ここにね、盗撮カメラで、こんな感じかな。はい、じゃあこれからこのジムニーでいろんな思い出を作っていきましょう。最初からガンガン、すみません、まだデフも入れてないんでね、 LSD 入れてからもっとガンガン行くんで、最初は林道からスタート、どんどんなんかおかしいことになっていくんじゃないかと思います。ちょっとこの状況でね、完全黒缶したら多分動けなくなります、ね、デフが入ってないんで。なんで、デフも入れる予定なん でもっとリフトアップしたい、あとタイヤ変えたい。ちょっとこれこれちょっと見てください、このタイヤで、このタイヤ、普通の車のタイヤからしたらね、スリップサイン全然出てないんですけども、黒缶する車からしたらもう少ない方なんで、もうこれも変えます、ホイール越し変えます。時間見て変えますね、様子見て。そんな感じなので、これからこのジムニーと一緒に動画を撮っていきましょう。じゃあ